ピアノを弾くガブリエル・フォーレ・バルイ・コール・カプリスは、近代フランスの作曲家、ガブリエル・フォーレが作曲したピアノ曲、全4曲、バルイ・コール・カプリスという題名は、フランツリストに遡る。その名の通り、ワルツとカプリスの性格を合わせ持つ楽曲であり、フレデリック・ショパンが開拓した、ピアノ・ワルツの影響を受けながらも、ホーレのバルイ・コール・カプリスはその形式を拡大し、 様々な要素を自由にかつ、全体の統一感を保ちながら構成している。1880年代のフランスではワルツが流行しており、アンリ・デュ・パルクのワルツ組曲をはじめ、ジュール・マスネの狂ったワルツ、カミー・ユ・サン・サーンスのバルス・ノン・シャラントや、バルス・ミニョンヌ、エマニュエル・シャブリエによる2台のピアノのための3つのロマンティックなワルツなど、作曲家たちは競って、 ワルツ作品を書いた。それらはサロン風の耐えない商品もあるが、その中にあって、フォーレのバルイコールカプリスは、形式面、内容面の双方において充実したもので、19世紀、フランスのピアノワルツの最高の成果とされる。クラシック音楽史体系7ロシアとフランスの音楽で、フォーレの功を担当したロナルド・クライトンは、フォーレのバルイコールカプリスについて、 優雅さとオパールのように美光を放つ火星と述べている。ホーレの後、フランスのピアノワルツの伝統は彼の弟子であるモーリス・ラベルに受け継がれた。ラベルの優雅で感傷的なワルツが書かれたのは、ホーレの最後のバルス・カプリスから17年後、1911年である。ホーレのバルイコール・カプリスの中でも特に第2番には優雅で感傷的なワルツを思わせる箇所がある。 4曲のバルイコールカプリスは、フォーレの創作活動の比較的早い時期に属している。フォーレの創作期間はしばしば作曲年代によって、第1期、第2期、第3期の3期に分けられており、一覧表は、ロバート・オーリッジによる作曲区分に従った。これによると、バルイコールカプリス第1番と、同、第2番は、第1期、第3番と第4番は、 第2期に属する。最初の2つのバルイコールカプリスでは、フォーレはサンサンスの明快で輝かしいスタイルによっている。即興的な音楽と新鮮味にあふれた表現が特徴的である。これらは芸術作品というよりも、夜会やサロンで気晴らしのために親しい友人たちの間で演奏されることを目的にして書かれている。後半の2曲では、 構成面での緻密さが増し、主題や楽器の関連、結びつきはより有機的なものとなり、火星と転調の扱いも熟達している。その分、第2番までのような、軽妙なサロン音楽的な性格は交代している。フォーレは1908年頃、ドイツのフップフェルト社の自動ピアノ DEA に全曲を、自ら録音しており、この4曲にある、主の愛着を持っていたことが伺える。 また、1919年3月20日付で、ピアニストのロベール・ロルタに宛てた手紙で、フォーレは次のように述べている。バルイコール・カプリスの各主題の冒頭は、もっとゆっくりめの速度で弾いてくれませんか作曲者は全くうんざりしています。というのも、私はバルイコール・カプリスという題名そのものを、 そもそも運動がいかに変化していくかということに基づいて用いているからです。演奏家はいつも一律に早く弾きすぎます。1919年3月20日付、ロベール・ロルタに宛てた、ホーレの手紙1882年作曲、1883年にアメル社から出版された。初演は不詳。アレクサンドル・ミロシェヴィッチ城に検定された。 アレグネットモデラート3、4拍子。繊細なメロディーが両手で受け渡しするように歌われ、ピューアレグロ、ヘチョウチョウの部分を挟んで冒頭のメロディーが戻ってくる。これにオクターブによるパッセージが時折挿入される。コーナではピアニモからホルティッシモへと急激に音量を増し、主音の連打で曲を閉じる。ここでは右手のフレーズに ショパンのワルツ第14番の繁栄も指摘される。1884年7月作曲。1885年にアメルシャから出版された。初演は1889年2月16日、国民音楽協会の演奏会で、ボルドペーヌ夫人の独創による、ホーレの友人である、作曲家アンドレ・メサジェの夫人に検定された。アレグロモデラート三。 4拍子で始まり、うんぽこもっそ、さらに、ピューモッソポコアポコと次第に速度を上げながら、8分音符が、鍵盤上を駆け巡るような展開を見せる。モルトピューレントにテンポを落とすと、A 波単調に転じる。ここではそれまでとは、対照的にメロディーと和音によるコラール的響きとなる。やがて、うんぽこピューアニマートとなって変に蝶々に回帰する。 第2番の始まりの部分がリストのピアノ曲、泉のほとりでを思わせるほか、ロバートオーリチが、ショパンの華麗なる大演舞曲との関連に言及しているのを、はじめ、しばしば、ショパンとの類似も指摘される。しかし、活発で華やかな曲奏の中で、見せかけの転調や予想できないような解決など得意な、用法が見られ、暗く情熱的な楽奏は、法令独特のものである。 フランスの哲学者、ウラジミール・ジャンケラビッチは、この曲が、変に蝶々であることについて、歌曲、秘密や、夕べなどでも用いられた、ホーレの夜を思わせる調整であり、このバルイコールカプリスは、夜の音楽ではないとしても、黄昏の音楽だとしている。サンサーンスは、この第2番を気に入っていたらしく、練習したが、レパートリーにすることができないでいると弟子に打ち明けている。また、 1909年にイサーク・アルベニスがパリで病床に付したとき、友人のフォーレやポール・デューカスたちが見舞いに訪れた。アルベニスは5月18日にカンボレバンで死去するが、パリを経つ前日、彼が最後にマルグリット・ロンに演奏してくれるように頼んだのが、このバルイコール・カプリス第2番だった。1893年完成、1894年にアメルシャから出版された。 初演は不詳。フィリップ・ディテランプ人に検定された。第3番のスケッチは1887年に遡るが長い間放棄され、6年後に完成された。ホーレは1886年から1892年までピアノ作品をほとんど書いておらず、この作品の中断は、そのままホーレのピアノ音楽創作の中断に当てはまっている。 ピアニストのアルフレッド・コルトーはこの作品について、リズムの巧妙な扱い、楽器と形式に関する熟知が認められると述べている。ホーレのバルイコールカプリスは、4曲がそれぞれ異なる、様式で書かれているが、コルトーの言葉通り、この作品のリズムパターンの精緻な扱いは、これまでの2曲とは大きく異なっており、新しい創作活動の開幕を告げるにふさわしい、作品である。また、 転調が頻繁に繰り返され、左手がそうする低音が転調のきっかけとなっているなど、新しい工夫が認められる。しばしば左右の手の間でメロディーの受け渡しが行われるため、演奏に際しては両手の緊密なつながりが求められる。1893年から1894年にかけて作曲。1894年にアメル社から出版された。 初演は1896年5月2日、国民音楽協会の演奏会で、レオン・ドゥラフォスの独奏による。この時、船唄第5番も初演されている。マックス・リオン夫人に検定された。イジドール・フィリップによって2台のピアノ用に編曲されている。モルトモ・デラートックはジレント3、4拍子。多性的な手法が特徴的である。そして、 この曲に先立つバルイコールカプリス第1番から第3番までの主要なモチーフが織り込まれており、バルイコールカプリスの集大成的作品といえる。この他、ヘミオラの効果、クロスリズムなどリズム面での相違が見られ、コルトーはこの曲について音楽的、ピアノ的な想像の同じような楽しさを感情の異なった様相のもとで提供してくれると述べている。なお、 初演者のレオン・ドゥラフォスは、この曲と、船歌第5番以外に、この年の12月ロンドンで開かれた、ホーレフェスティバルにおいて、主題と変装の初演も果たしている。ありがとうございます。